はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート11やっていきたいと思います。ちょっとね、素材を集めてきました。白壁とか、木材とかね、あとなんだっけ、その藁みたいなやつを調達して、これからちょっとものづくりの方を励んでいきたいと思います。で、まずね、風呂を作れと言ってるジバコちゃんがどこにいる？あ、いたいたいた、いるんで少し話を聞きましょう。船の設計図ですね、これを今回はまず作っていきたいと思います。キャベツ回収するか、その前にキャベツはね、種がないんだよね。で、今の人たちってもうキャベツを食べるしかないんで、このキャベツのね、供給が失われてしまったらかなりピンチなんだよね。あとはその小麦の有効活用がちょっとできてない。小麦がね、たまるだけたまるんですよ。まあ何かを作れるようになれればこれでいいんだけど、みんなほらこうキャベツに群がってくるからさ。あれ、キャベツどうなんだっけ今。あ、4個しかない。一応こっちにも格納はしてあるんで38個、まあ、もうちょっと頑張ってもらおう。今はね、ちょっとお風呂の設計図。お風呂はどこに作るかというと、ちょっとここに作ろうかなと思ってます。なのでちょっと待ってね、これを一回どかそう。作業部屋いまだに作ってないよね。で、お風呂は設計図をこうすればいいのかな。で、え、どういうこと、これかぶってるよね。ちょっと待ってね、これでいいのかな。ここに敷くとちょうどいい感じ。まあ、いっか、これで。で、どうやって作るの、ちょっと待ってね。これ、かぶってんな。これもちょっとかぶってんな。で、設計図があるんだけど、あ、設計図を見るってあるね。いや、すげえいっぱい必要なんだけど。木材の壁、木の板、のれん、トーチ、椅子、壺、五右衛門風呂、たらい、壁掛けタオル、布袋という感じか。上から順番に作っていこう。ちょっと分かんなくなりそう。まずは木材の壁、これが22個か。で、ちょっと道具整理しよう。じゃあ一回しまおう。ちょっと一回全部しまっちゃおう。で、風呂用のもうちょっと持ち物にしちゃいます。しまって、で、まずは木材、これか、木材壁、20何個ってあるか、30個作れば十分だね。で、これをこの四角のところか、ちょっと待ってね。左半分、今いるのが多分矢印のところでしょ。左3マスのところからだから、え、ここ、こっからだよね。ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、ここ違うのが来るか。あ、ここあれか、木の板が組んだ。やっぱここからか、ここから、ここから2マスだ。で、置いていきましょう。じゃあ、はい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 。で、どこまでだ、ここ一帯はもう全部木の壁だよね。木の壁置いて、ちょっと待ってね、30個置いたから、これ今20個使ったよね。で、22個、だからここまで、あ、ここまでだね、ちょうどだ。22分の22。あとは木の板、これもちょっと作ってこよう。木の板も、まあ、じゃあ30個作って、で、そこからこれをこっちに流れるように作っていけばいいわけね。はい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 。で、置いて置いてと。あれ、ここもか。ちょっとまずこっちを置いて、ここを置いて、で、こうで、あれ、ここも木の板だっけ。ちょっと分かんなくなった。あ、そうだ、木の板だ。木の板っていうか、板の床か。これで外壁ができたな。外壁ができたんで、じゃあのれんの扉を作りましょう。
材料大丈夫だよね。のれんの扉を作ります。でのれんの扉はここか、置きます。一応部屋ができたな。まだ部屋の状況だ。で次壁掛けトーチ。壁掛けトーチって何これ、上に置くの。まあいいや、作ろう。壁掛けトーチはどこだ。壁掛けトーチ、ちょっと待って、これあれだな、全部必要なものを示してるね。布袋1ってこと。物だけ作っちゃうか。じゃあでこれ壁掛けタオル3つ、あそういうことね、 OK になった。でそこからたらいは4つ、五右衛門風呂1、屋根がないからね、雨降ってきたらさみんな雨ざらしなんだよな、風呂とか雨ざらしの状況で入るのか。でこれか、これ3つ、一旦作成的なものはもうこれで大丈夫かな、多分大丈夫だな。であと置いていくだけ。じゃあトーチをじゃあ置いていきましょう。これだってさ、ここに置くとさ、これ違くね、これ多分なってないよ。あそうだね、3分の0になってないから、こう、あいけた、ちょっと待って、あ3分の1、よしよしよし。じゃあこれ上に置くんだ、ジャンプして、間違えたジャンプして置く。であと1個どこだっけ、ここのくぼみのところか、ここだね。ジャンプして置く、よし。次丸太の椅子、あ椅子、椅子持ってきてねえや。椅子って中に入ってんだっけ、ちょっと回収してこい。おおハートがいっぱい、回収回収。キャベツはどうなってるかな、まだ4つある。椅子どこだっけ、椅子はねこっちにはなくてこっちかな。ああるあるある、椅子、え椅子何個だっけ、いいや、よく取り出しちゃおう、わかんねえから。そこから多分五右衛門風呂を置くとお風呂っていう認識になると思うんで、待ってね、まず丸太の椅子を、丸太の椅子ここか、置きます、ちょっと待って置きます。であと壺、この壺って何使うの、外に置いてあるよね。まあ、いや壺を置いて、でちょっとたらいを先に置こう。たらいを、たらいはここか、まずここで、この3つ1233、待て3で、あとはタオル、タオルはここに取り付けるのか、ここに乗った方がいい。タオルタオルタオルで、布袋はここか、布袋はここで、あとは五右衛門風呂を置けば完成。ここね、おおあったか風呂完成だ、やったぜ。おみんな来た、みんな、ちょ入り口ここなんですけどまあ群がってるからね。これあれ月指導早速入ってんなお前、覗きがいるぞ、覗かれてるぞ、大丈夫か、混浴なんだね。まああれだね、なんかその時間帯で何時から何時は男性、何時から何時は女性って分けた方が良さそう。まあ、そういうのないと思うけどただ雨ざらしの中俺も入ろう。ふぅ立ってんね、五右衛門風呂だからね、ちょっと俺五右衛門風呂とか入ったことないんだけど、何こいつ覗きなんだけどえ なんでこいつ覗いてんの、ちょっと変質者だ去ってった、変質者を撃退した。ちょっとこれあれだね、ジバコちゃんお風呂の監視も必要だね、ジバコちゃん大変だな仕事が。とりあえず風呂が作れたんで、あとはちょっと前回植えたこれキビね、回収できそう、あ回収できる、よし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 、キビキビキビで、キビはキビは何に使うんだ、このままじゃ食えないよね、どう考えてもキビなんて食ったらなんかすげえ、中身は多分甘いと思う、中身は甘いと思うんだけど、
外がね苦そうなんで、でこれさちょっとなんていうの、なくなったかどうかって判別難しくね、まあ、多分大丈夫そう今のところ。で風呂作って、あジバコちゃんお風呂作ってあげたからさ、ちょっと風呂覗きが来るからそいつも撃退してくれ。お風呂覗いても許してあげる。いやお前がそんなこと言ってどうすんだ。いやもうすでに覗きいたよ。あ指導ね、なるほど。おなんかレシピをひらめた。おバスタオル、え防御力 2？ ちょっと作ってみる。あこいつが今度あれになったね。ちょっと待ってね、バスタオル、あ装備品もしかして。バスタオルってようやく防具ができ始める。全然違くない違ったえバスタオルどこだ、あった、装備になってる。よく水を吸ってくれるタオル、まあ、2、まあ、一応ないよりはいいでしょう。1個だけちょっと作ってみて、これ変わんのかな装備する。げ変わった、なんか貧相になったなちょっと見た目が嫌だ。いや風呂に入るときはいいよ。であいつもちょっと今寝床が足りてるかどうかだね。ここに1人寝てて、あいつだってまだ寝てないもんね。で俺と指導の寝場所がないで、ジバコちゃんもない。まあそうそう、そもそもジバコちゃんいつもここで寝てないけどさ、不眠不休だから。そうか、なんかあれ手に入れたよね、手に入れたっていうか作れるようになったよね、その誰の部屋だよみたいなやつ。あこれだ、名前の壁掛け、住人の名前を置いて個室にできる壁掛け、これちょっとやってみよう。今俺ジバコちゃん推しなんで、こいつ本当に頑張ってくれてる。村一番の働き者。置く、どこに置くのこれ、壁にかけるとかじゃないのかな。じゃここに置こう、一マス空いてるから。はいはい、で誰の部屋にしますか。あいいねいいね、え農民 ABCDE とかも選べるんだ。じゃあちょっとここはジバコちゃんにしましょう。この部屋はジバコの部屋になります。いいよ、もうそのために作ったんだから、ようやくよ、ようやく完成したジバコの部屋が。お来た来た来た、超幸せそうだよ、 お前のために頑張ったんだよ。特に話は普通か。よしじゃあもうちょっと寝床、ここはもうみんなの部屋なんで、ジバコちゃんがここに来てくれればあと他の人はこっちで大丈夫。拡張させないとね、どう拡張させるかって言うと、もうこっちに伸ばすしかないよ、こっちに伸ばすしかないんで、ちょっと待ってね考える。こここう伸ばしていくか、あ伸ばしていけそうだな。そうするとまたここの整地が必要だね。ちょっと待って、ね、一旦切り替えて切り替えて、一旦破壊しよう。うっぱいやー、あれこれ意外にね役立つことが多かった結構いい、この上のところまで破壊してくれるんで、一旦ちょっとここら辺を破壊して、ちょっと夜見にきいな。あ幽霊が出てきたっぽい。でここまで、あまだあれか、今度空中に浮いている謎の物体、あれ高いとこに置いてあんな、やけに。これ壊そう。暗い、やっぱり暗い。ちょっと仕事は昼間にするもんだな。眠って、まだ占領されてるか。うわ指導が寝始めた、俺の場所がない。あこいつ床寝てるわ、誰か起きてもらおう。おのみ、うん、お前床で寝てろや。あ何、早い、うちの早い者勝ちの原理を理解しているな、すでに。でまた朝飯にねみんな群がるんで、キャベツ補充するか、少しあの箱の中に。おはようございます、ということで食事にしましょう。これさ、ここら辺の人たちが有利だよね。こいつはもう後でいいやって悟ってんのかな。急いで食うくらいだったら後でゆっくり食おうみたいな。あキャベツ大丈夫、なんか
え、もしやキャベツ自分で調達してる？なんかあっちから取ってきたんだけどあれ、あんなかキャベツ入ってたっけ。あ、みんなキャベツ持ってるって思ったの。こっからキャベツ持ち出してきてたのか。優先順位があるんだな多分。なくなったらまずこっちじゃない、ここのキャベツから持っていって、なくなったら向こうのキャベツ、そういうことか。ってことは今ここの2つしかキャベツ入ってないから、そう、こっちのキャベツ一向に減らないもんまだかーってお前は競争に負けたんだ、この競争社会に。でやっぱキャベツ重要だよ。回収して、もうひたすら回収だな。キャベツ、トラクターみたいなのが欲しいんだけど、一気にガガ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 ガってこう回収できる。この鎖鎌みたいなのでさ、いや鎖鎌じゃないけど鎌で買っていくの結構大変なんだよね。で種はもうなくなっちゃったんだっけ。あ、ここなくなったな。回収し尽くしたよ。小麦だよ。だから小麦どうするかだな。どうにもできないっていうところがあるんで、ちょっと話を進めていこう。よし、目覚ましく活躍しておるなと父たる我が輩って何者だお前は。ものづくりの力をつけたい。農園の仲間をもっと増やしたい。みんなの願いを聞いて、たくさんのものを作ってものづくりのかけらを集めましょうと。で鐘を鳴らしましょうと。みんなの願いを聞いてものづくりのかけらを集め、ビルダーの鐘を鳴らしてくれと。なんだこれ、ドアハッハミッカミックス、見事にものづくり力を高めたなって。あ、もうすでになってるってこと。種まきを任せてください。いや種まきのね、種がないんだよ。だから、え、何これ、見分けがつきにくいかもしれないけど、私たちは前の金できた農民よ。わからん。教団の教えは捨てないって意地を張っていた。だけど決心がついた。教団ハーを抜けますと。ところで農園の住人も増えてきた。あ、まとめるリーダーね。村長町長でもいい。ダメだお前みたいな雰囲気だけのヒゲに町長は任せられない。リーダーはみんなに認められてなるもの。いや、今推しはジバコなんだよね。でもジバコはちょっと業務に忙しいから、みんなをまとめてる暇がないんだよな。我が輩も町長になるべく精進している、まあ、頑張ってくれるのはいいこと。今はまだちょっと素質はないけど、ミカミックスさん、キビも育ってものづくり力も高まって作物作りも順調。何あれって、またなんか、お、胎児の様子。おお、さらに育った。胎児がまた成長した。作物の力が胎児の若木に流れ込んでいる。小さかった若木に新たな力を与える。胎児ってやつはどうやってできた。ある日突然地面から生えてきたのか。そういうもんだよ、木とは。そういうものだから。指導さんって言動は荒っぽいのに細かいことを気にする。うん、さあ胎児を育てるお題の作物はあと2つ。胎児が育てば鎖風は来なくなると。いや、2つ種そもそも持ってない。え、誰、あ、あ、ちょっとこっち食料っぽいな。ミカミックス様、私はここに連行されて毎日が戸惑いの連続。うっすら笑みを浮かべながら物を作って、ハーゴン教団たる、ハーゴン教団の信徒たる誇りはどこに。嫌がっても体は正直なくせに。ないやらしいな皆さんのものづくりを見ているとお腹が空いて何か作りたい。小麦を焚き火に入れれば美味しい料理が作れると思う。ああ、なるほどね。ペコペコなお腹を満たすために小麦でパンを作る。ああ、そういうことか。焚き火とか全然利用してなかったからね。ちょっと小麦を一回取り出すか。じゃあ小麦いっぱい持ってたよね。よし、ただこれってさ時間かかるんだよね。
料理する。あ、そうだな、時間かかるなこれ。一個一個、どうする、大量生産部屋作る。パンのこれだって一個一個でしょ。要はこの焚き火を大量に作って、例えば10個くらい一気に流し込むとか。1個どれくらいかな、1分はかかってないと思うけど30秒くらいはかかるのかな。よし、出来上がりました。あ、ちょっと待って、パン受け取る。初めてのパンを作った。え、俺が食いたいんだけど。素敵ですわ。まあいいや、渡そう。また作ればいいんだ。小麦でパンを作ってしまった。なんとバチ当たりなことを。とはいえそのパン私たちにくれるわね。別にあげてもいいけどさ、一つしかないよ。まあ、半分10個で分けるってことか。猛烈なお腹の音に悩まされずに暮らせる。この地で取れる作物を使えばパンの他にもお料理が作れるはず。焚き火にいろいろ素材を入れて新しい料理を作ってくださいと。お、ありがとう。小麦か、キャベツが欲しいんだよ今。お許しください。やはり私は信じてきた破壊の教えをおいそれと捨てるわけにはいかない。ハゴン様、見てください。私はいつでもビルダーが作ったものを壊してみせますと。なかなか過激だな。よし、ありがとう。お、まだある。パンを作ってくださってありがとうございました。作ってもらいたいものをはっきり言って。料理を作りたくなった。特別な部屋があれば料理を提供できる。よし、これはいいぞ。収納箱、小麦袋、焚き火が3つ、巻き材が2つある部屋。なるほど、ちょっと待ってね。先に小麦をちょっと入れよう。キャベツってどうなんだ、入れると。ちょっとキャベツ1個出してみよう。わ、ここもう2個しかねえわ。ちょっと待ってね、キャベツを一旦まだ90個あるから取り出して、まあ50個くらいここに入れとくか。じゃあ52個で、こっちにも実は焚き火があるんで、ここね、料理するとこじゃないけどちょっと入れてみよう。あ、キャベツもいけんな。なんだこれ、何ができるんだ。ロールキャベツか、わかんねえ。あ、パンできる。なんかやってるうちにパンできるね。パン食おう。あ、 30% か、結構いいな。ちょっと待って、これじゃなくてこれを入れる。あ、間違えた、キャベツ入れちゃったっけ。パン作りたかったのにな。まあいいや。とやってるうちにこっちが出来上がる。ちょっと料理部屋は作っておこう。お、なんだこれ、野菜炒めになるんだ。あ、で小麦ここに入れよう。もう今ちょっとこれで生産をコツコツ行っていくしかない。これも食おう、腹減ってるからね。野菜炒め 20% か。ヒットポイントの回復量が結構多いね。じゃあ料理部屋、あとこいつのことも、え、待って、狙うモンスターか。あ、近い近い近い、待って待って待って、いや、ちっけ、破壊された。近っ近っ、早く来い、みんな押せよ。いや、すげえ破壊されてる。え、ここ、やばい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 。え、やばくないこの位置、速攻で襲撃されるんだけど。おー、グレムリン、いやー、破壊されまくったわ。うわ、すげえ、水が流れてる。泥で修理しないと。泥は大量にある。いや、待って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 、板置いちゃったよ、間違えて。ちょっと待って、間違えた。泥流れてってんな。で、泥せき止めないと一回。水が引いてった。この位置ほんと危険だ、どうするよ。ここも何気に破壊されてるし、防衛線がきついな。そうか、あんまり外側に行くと魔物に襲撃されんだな。種、キビの種はどうなってんだっけ今。上、そうだよね、破壊されちゃったもんね、植えないと。マジですか。
どうする？なんか壁みたいなの作る意味あんのそれ。いやもう敵が来たらそこでこっちに行こう。指導とかがちょっと遅いんだよね、来るのが。ちょ待って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 、お前じゃちょっと人がいっぱいすぎてさ、こいつの話したい。ミカミックスとのいい調子でものづくりに手を染めていますね。どうか私の願いも聞いてください。この地の住人の幸福のために壺と壁掛けタオルがある超小さい部屋、どうせなら大きい部屋を作ろうですって。超小さい部屋でなければ落ち着いてあれができないのです。あれをするためにどうか超小さい部屋、壺と壁掛けた、トイレか、壺と壁掛けたらトイレね、で超小さい部屋。ああなるほどね、それはかなりの問題だな。まあ、その前にトイレも重要だけど、いや実際多分トイレの方が重要なんだけど、俺は料理部屋を作りたい。ここ料理部屋にするか。だって小麦入れて、あと今パンの生産なんだっけ忘れちゃったよ、何が必要か。収納箱、小麦袋、焚き火と、まあ結構必要だな。どうする、拡張する、これちょっと拡張しよう、拡張します。なのでここ一回整地する、泥で一旦この段、この段までは泥でいいでしょう。うわ待って、2マス拡張、3マス拡張する、ここ要はこのラインまで拡張しよっか。泥足りっかな、でやっぱり床を置きたいからね、床ももうちょっと作ろう。あ泥はもうそこら辺からすぐ取ってくれっから全然楽勝で、はいはい、また飯だまあもうちょっと、もうちょっと待ってくれ、パンの製造工場ができるんで。今のねキャベツだけじゃなくてパンも食えるようになるんで。待って待って待って、ここも泥でいいんだよね、この段も。でこの次の段が木の床にしないといけない。モンスターは今のところでも一方向しかから来てないからね、向こうをなんとかすれば大丈夫なんだけど、こういうところからも来るときついよな。でこれは、あちょっと待って覚えた、待ってね、はい OK よし。でここから木の板を敷こう、全然足んねえな、また30個くらい作ってくるか。木の板を30個で足りる、もう50個くらい作っちゃおう。あ木材なんだかんだでやっぱ木材必要だな、結構調達してきたなと思ったんだけどな。で木材を敷いていきます。ちょっと待ってね、ここは結局壁になるから、いややっちゃおう、もうわけわかんないことになるから、どうせならこれを敷き詰めよう。パンが出来上がってる、パン焦げるんじゃないか、あのまま置いていたら。で周りはねやっぱこの白壁にしたいんで、多分白壁の方が耐久度強いからね、白壁で城壁作る。ではいはいはいと OK でそうすると一旦ちょっと白壁も取り出そう。143個、結構調達してきたから、ここ壊そう、このラインを一回壊す。お待ってくれ、ちょっと待ってねみんな、新しい料理部屋兼ダイニングキッチン、ダイニングキッチンを作るんで、ちょっと待ってくれ。ただダイニングキッチンを作るためには腹が減る、あのパンは俺が回収する。パン入れとけばパン食うのかな、ちょっとパン回収して、いやただパン貴重だからな、パンは俺が食うためのもの。もう一個いこう、よしで小麦を入れておこう。パン作れるようになったの、ただでかいな、かなりでかい。ゲッ、ここのラインがあれだな、泥になってんな。
そうか、もともと壁の予定だったから泥になっちゃってるんだ。ここも怖そう。ちょ待って待って、あ、壊れちゃったよ。ちょ待って待って待って、なかなか難しい。1ラインだけ壊したいんだけど。よし、これはこれでいい。じゃあ木の板をまた敷き詰めるか。ちょっとだいぶ壊れちゃったな。端から置いていきますか。あ、パン完成した。なんか作業してれば割とすぐだね。待ってるとちょっと時間かかるなって思うけど、作業してるといつの間にかできてる。でここを木の板にして、いやもうないわ木の板が。でちょっと待ってね、ここ壊しちゃったよ。ここにこれ埋め込む。よし、でパン回収しよう。でまず外壁、例によって周りから固めていく。よし、結構広くなったな。足りる？またすげえ使う、ほんとすげえ使うわ。よし、これで OK。 これでちょっと待ってね、大きい部屋になったけど、な、何がどう必要なんだ。ちょ一回壊そう。これ3つ必要って言ってたよね。焚き火、焚き火ってさ、そもそも作んないとダメ。作ってこよう。焚き火が全部で3つだから、壁掛けタオルはトイレか。あと薪材って言ってたね。薪材何個、薪材1個でいいんだっけ。薪材に収納箱は何個って言った、これ3つだっけ。収納箱、今2つ置いてあるんだよね。じゃあ1個でいいや、1個作ろう。あれ、みんなどこ行った。え、風呂、風呂の順番待ちか。風呂人気だな。これ3つだっけ。あとなんだっけ、道具袋みたいなの作れみたいなこと言ってなかった。あ、これさ、小麦袋、これ3つだ。いや風呂大変だな、まずシドから入ってる。いやすげえ並んでるわ。時間ずらせよ。まあ、みんな同じ行動するからね。まあ、そこまではさすがに管理できないんだろうな。よし、ここに1個ちょっとあれがある。さてさてさて、ではまず焚き火、これをここに置いて、ここじゃない、ここに置いて、でちょっとこの白壁でこうやるでしょ。まあ、これはただの俺の好みというか趣味というか、そういう風にしたいっていうだけで、ここに置いて、よし、これで大きいご飯どころができました。まあそれはいいんだよ。でこの収納袋っていうか、邪魔だ、もう水出んだけど。いや来てくれるのはいいけどさ、ちょっと待ってね、まだあの作成途中なんで、これで完成じゃないんですよ。でちょっと待ってね、分かんなくなった、聞こう、教えてくれ。収納箱1つかよ、全然違った、3つじゃなかった。小麦袋と焚き火が3つか。焚き火は置いたから、小麦袋と薪材ね。あと小麦袋どこに置くかだな。3つでしょ。これって壁に置くものなの、小麦袋って。あっちへ、壁にはかけらんねえわ。じゃあどこに置く、こっちら辺に置いとく。収納箱1つでいいって言ってたよね。収納箱ってさ、壊すしかないんだよな。いや壊しちゃおう。2ついらねえわ。はい、でちょっと待ってね、キャベツが今どんくらい、キャベツ41個か。まあ大丈夫だな。じゃあ収納箱と小麦が1,2,3に置いちゃうと、そうか、なるほどね。収納箱もう1マス、もう2マスか、拡張したかったな。まあいいや、さすがにそこまでの余裕はないんで、巻き材、あれ巻き材2つって言ってたっけ。今1個しか持ってねえわ。巻き材もう1個作ろう。で巻き材はじゃあこっちに置いときますか。巻き材ここに置こう。はいはい、
で、ここは仕切り、火が燃え移らないようにね。で、小麦の袋、これをどこに置くかだな。小麦袋はちょっと遠めのところに置いときますか。じゃあ、ここら辺、1、2、3、こんなでかいんだ。大きい農家の食堂。おすげえすげえすげえ、また来た。おすげえすげえすげえ。おハートだらけ。回収回収回収。よし、作ったよ。ミカミックス様、私のお願い通りの料理部屋を作ってくださった。作ってくださった料理部屋でお料理を作りたい。いや、頼むよ、本当に。収納箱に素材を入れてくれれば料理を作ります。駆け出しビルダー。ミカミックス様が作ったことのある料理しか作れません。胃袋充実のためにもたくさんのお料理を開発してください。収納箱の中に入れる。定期的に確認してね。お、いいな、これはいいぞ。自動生産システムが完成した。よし、小麦入れよう。この収納箱結構大変そうだな。ちょっと泥を取り出そう一回。で、小麦111個。キャベツじゃまた超必要なんじゃん。30個くらい。ちょっと、いや、キャベツはもういいわ。パンで生活しよう俺は。だからもう全部入れる、ここに。パンが足りねえ。よし、夜か。 あと寝床ね。いや、こいつだって床で寝てるもん。また俺の寝床がない。トイレの夢を見ながら寝るのもいいが、ここは俺の寝床だ。ちょっと待って、ね、げー早い。あそこ開いてんじゃん。ジバコちゃんマジで寝ないからな。よし、今日はじゃあジバコちゃんのとこで寝よう。寝床拡張しよう。先にトイレを作る前に寝床拡張。あと何個？みんなご飯だよな。いや、ジバコちゃんご飯の権利はあるから、お前一番でいいよ。さて、じゃあこっちも整地しなきゃいけないんだな。まずはこの列もあれだな、壊さないといけないな。あれ？あ、そうだね、ここを床で敷き詰めるんで、この列も壊そう。でよくよく考えたらさ、風呂場って泥じゃん。いや待て、これはなんか俺のものづくり精神が許さない。泥だよ、だってありえなくない？お風呂入ろうって言って出たらさ、泥なんだよ。いや、それはおかしいでしょ、普通に考えて。ここの段全部床にするか。木材が足りるかどうか。ちょっと待って、これ壊して。気になる。ちょっと上登れないんですけど、この仕方ない。俺の泥戦法をやるか。置く。はい、ちょっと待ってね、難しい。はい、はい、はい、ちょっと待って、間違えた。はい、はい、足場を作る。はい、よしよしってなったけどさ、これはこれで破壊しなきゃいけないんだよ。届く、届け、届く届く。よし、オッケー。ちょっと待ってね、風呂作り、あー、これまだ残ってた。ジャンプで壊せるかな。難しいんだけど、感覚が難しい。よし、オッケー。ここ一回全部もう床から考えないといけないね、作るときは。それはちょっと裏方でやるか、さすがにめんどくさいから、まず寝床だ。木の床だね、また必要なのは。木の床100個くらい作っちゃう。木材58か、ここで10個消耗するってことでしょ。まあでもしょうがないよね、木材もまた後で調達してこよう。
よし、ここ全部木の床にします。はいはいはい、はい。でここからなんていうの、裏口、また裏口みたいな感じでドア作ろう。で風呂場に行けるようにする。奥の人たちも外には出れると。どこまで拡張しようか。一応じゃあちょっと風呂場のこのラインまで、あ、せっかくだからここまでやるか。で、はい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 、今回はちょっとものづくり生活だな。よし、 OK で、そうするとまた外壁を埋めていかなきゃいけないから、ちょっと待ってね。その でこうでしょ、でこうでしょ、でここはこれでいいか。じゃあここはこれで良さそうだね。でここに扉を置こう。ここちょっと埋めちゃおう。でここに扉を置く。扉作ろう。扉扉、これでいいよね、普通の。それなんか窓とかもなんかできてたよね。まあいいや、それは。扉をここに置きます。ガチャ、なんかおかしくねなんか1マスずれてるよね。ここガチャ、あ、これこれこれ、どう、いいんじゃない。部屋にはなってないな。ここが埋まってないからか。まあいいや。でちょっとこれ今回壊しますよ、この壁。 あと藁だ。藁を作らなきゃいけないんだ。何個くらい必要、うん、とりあえず5個くらい作っとくか。枯れ草が15個も使うんだ。よし。で、ちょっと待ってね。あと木のあれか、木の壁だ。木の壁も作んなきゃダメだ。木の壁を、あ、わら床っていうのがあるんだね。こっちの方が柔らかいのか。いや、いいや。木材壁。すげえ使うなー。木材足らんわ、本当に。ちょっと木材壁を取り出そう。これ。もう、ちょっとね。これ確か整理ができるんだよね。お、置いちったよ。一回これにして、ここにして整頓。木材壁を置く置く。で藁敷く。ちょっと待って、藁先に敷いちゃおう。でこうのこうで、この間に壁を置いていって、結局何個置けた。あ、ここやっぱ埋めなきゃダメか。ちょっと埋めよう。あ、そうだね、埋めなきゃダメだね。これで大きい、農家のなんか部屋みたいなのになったから、まあ大丈夫そうだな。ここは一マス空いちゃったね。まあいいか、うん。でここから行って風呂にも行けますと。風呂も近い。風呂行くときはここから出れるし、あの普通の正門からも出れる。じゃあトイレ作りをしますか。まず超小さい部屋、ここにしよっか。ここが寝るところだから、ここの空間なんかうまい具合に空いてるんで、ここに作ろう。ちょっと待って、ハート回収、あ、キャベツも回収して、ああパン、あ、でもこっちは勝手に生産してくれるんだよね。じゃあほっといていいや。あ、キャベツがだいぶ少なくなってる。キャベツを回収しつつ、あ、あとキビか、キビも回収しないとね。勝手に回収システムやってほしいんだけどな。そこまでの力はないか、まだこの農民たちに。よし、小麦もだいぶ使うようになると思うんで、取れるときにやっぱり取っておこう。小麦は種がいっぱいあるからね、全然大丈夫。でキビも回収しよう。よし、だいぶ実ってんな。キビ畑ちょっと危険だからね。ただ
よし。で、キビはまだちょっと使い道がわからない。キビ入れらんないよね。焼くっていうものじゃないと思うんで。入れてみる、一応。ここ、俺の料理部屋。俺が自由に料理をするところ。キビ、入れる。あ、料理できる。おお、やった。キビって、うわ、待ってる。テーブル1個増やす、ま、テーブルっていうか食うとこ。人も増えてきたからね。このパン1個回収していいですか。俺食いたい今。テーブル作るか。じゃあ、お、来た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 。待って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 。うわー、ありー、させん、やらせはせん、やらせはせんぞー。待って待って待って、やらせはせん。よし、今回は早かったな。モンスターには敏感だからね、もう。壁作る、ちょっと作ってみよっか。作ってみよう。ちょっと一回ここ泥で整地する。ちょっと待ってね。どういう風にすればいいんだ、そもそも。まあ、もしかしたらなんか後でね、拠点用のなんか防衛設備ができるかもしれないけど、今のところは何もないんで、ちょっと自作するしかない。白壁が100か。ちょっと待ってね。今こういう感じでしょ。もうちょっとここもだな。ここも泥をちょっと置いて、ここら辺なんかだいぶデコボコしちゃってるから、でとりあえずこんな感じ、とりあえずこんな感じで整地して、で壁だな、壁を作ろう。白壁、適当だけど。こんな感じ。本当に意味あんのこれ。まあ城塞都市メルキドだからね。で ここも囲っとく か横から普通に侵入されそうだからな。で壁なんて所詮時間稼ぎできればいいんで、ちょっとここも一回泥で埋めます。でここも壁作って、ここも囲っとくか。こんくらい、どう、こんな感じで。とりあえずね、帰れないんだけど。帰れなくなっちゃった。ここから帰る。いや、帰れない方がむしろいいんだよ。モンスターが侵入したときに。いや、でもモンスターなんか地中から攻撃してきそうだな。まあいいや、一応こんな感じで壁作ってみましたと。まあ、意味あるのかちょっと定かではない。あ、なんかできてる。砂糖かな。ちょっと回収しよう。キャンディー、マジか。キャンディーってでもさ、お腹いっぱいにはならないよね。まあ、食べてみよう。ん、待って待って。もういっぱいだから、あれか、入れ替えなきゃいけないのか。収納箱いらない。でキャンディー食ってみよう。 5% のヒットポイントが上がるのか。ちょっと待って、みんなトイレね。トイレはまず超小さい部屋を作んなきゃいけないんで、まあ木材壁でいいでしょ。超小さい部屋の定義ってなんだっけ。これでできる。いや、マジでトイレなんてこんなもんでいいでしょう。いや、これじゃダメだ。ちょっと待ってね。扉を作ろう、そもそも。扉、これだな。で、ちょっと待ってね、もう一回。いや、1マスじゃ無理か。ここに壺を置いてやればいいだけだから、これで扉を置くと、いや何にもなんねえな。これはさすがに部屋とは呼べないか。そうするとちょっと待ってね、またちょっと改築が必要になる。この扉をずらそう。この扉こっちに持ってこよう。うわ、部屋がちょっとごめん部屋が、1個の部屋とみなされてしまった。これでどう。これで空き部屋になって、向こうが大きい農家の食堂になったから、でここどれくらいだ、これでどう。
変なとこに来ちゃった。扉ってなかなか難しいんだな、配置するの。こうこれでどうですか。ちげえ。これでどうですか。あ、待ってね、空き部屋、あ、超小さい部屋超小さい部屋ってなんだよ。ここだ。じゃあここトイレにしよう。壺と何だっけ、タオルとかだっけ。いや、すげえ。風呂、あ、チャコちゃん、あー出ちゃったか。待って待って、のれんだから話す必要ねえんだ。こうだ、覗き用の、うん、床を作ろう。あ、みんなどっか行っちゃったよ。俺が覗こうとしたら、待って待って待って、お前覗きだ。おい、何してんだよ。お前覗き、変態がいるぞ。異常なしじゃない、チャコちゃん、チャコちゃんじゃねえや、ジバコちゃん、異常あるよ。ここ覗きがいる。お前は消えろ。いや、もう覗き多すぎでしょ。それとこじゃ、今トイレを作ろうとしてたの、そんなんじゃなくて、壺、あとは多分びっくりマークついてるね。壁掛けタオル、よし。これ壁掛けだから壁に掛けられるんだよね。ということは、じゃあここに置いて、やっぱ端だよね、トイレは端で、トイレをした後に、じゃあここら辺で手を拭くっていう設定にするか。壁掛けタオル、こっち、こんな感じでどうですか。超小さいトイレ、みんななんだこれよし、 OK。 長年求めてきてやまなかったあれ用の部屋を作ってくれた。キャベツはあれを促すらしく、あ、そうなんだ、人目を結んで外でしていたと。先日物陰でしようとしていたら、チャコ殿と目が合ってしまった。なるほど、私に霜の花を刺す話をさせる気ですか。あれをビルドするものでしょうってそういうものなのか。あれの後には壺に残ります。あ、そうなんだ、よし。トイレ、これもさ、男女兼用だよね。まあしょうがない。ジバコちゃん、あ、なんかできてる、これ。何、え、開くって何これ。え、何が置いてあんのこれ。炙り昆布、へえ。でも料理自動生産システムいいな。まあ今夜だから寝てるけど。あ、で、足りる、足りるよね。奥人気ないな、やっぱりみんな手前の方から寝ていくのかな。あ、そうだね、足りるね。まあ犬は別に多分藁では寝ないから。で、あとシドを寝て、俺も寝て、みんな寝てるよね。で、ジバコちゃんは寝ないから。で、ミミズンが次あれになってるか。いや、お前は本当頭が下がるよ。じゃあ大ミミズはちょっと朝にしてから話しかけよう。あれ、今生産しなきゃいけないのってもうないよね。寝床も作ったし、風呂か、風呂の床をちょっと作り直さなきゃいけないんだけれども、それはまた後でやりますか。ちょっと一回寝よう。今1個余ってんのか。ただ奥はやっぱりあれだね、食堂からは遠いよね。助けてください。え、待って、トイレさ、こっちにも作る、助けてくれって。ちょっと待って待って待って、すっきりってトイレ覗くよ。いや、後にしよう。いや、やばいやばいやばい、この子やばいトイレもう一個ここに作ろう。じゃあ、壁3でいけるんだよね。ここ、あ、ここが 3×3 が必要なのかな。12 12 12で、12の壁掛けタオルと壺ね。壁掛けタオルっていうか、壺なかったっけ。まあいいや、作ろう。もう分かんないから作る。
壺一の、壁掛けタオル。これさ、本当に分散してくれんのかな、それが心配なんだよね。みんななんか同じとこにさ並び、あ、扉だと。これ何、あー団子か。でちょっと待って、今作ってあげてるから、ここに置く。で、壁掛けタオル取り出す。壁掛けタオルを置きます。扉を、ちょっと今何かができたな。扉を取り出します。なんかすげえでっかいトイレとかになりそう。置きます。で、ちょっと待ってね、空き部屋になって超小さいトイレ。よし、これで2つでき、なんでお前こっちで待ってんだよこれがいかれてんで、まあ男性用トイレだと考えれば、まあそれでよし。いや、こっち機能しなさそう。いや、しょうがない。おお、みんな食材が今どうなってんだかわかんねえな。キャベツがまたなってる。まあいいや、ミミズに話そう。石堂から聞いた。リリパッドに草原を作ってあげて草原団子をひらめいた。どうして早く行ってくれないのって。農園作りばっかり目がいて緑の草原なんか興味ないんだって。だって草原ってさ、何なのそもそも。肥やし、なるほどね。肥やしとかすぐ回収できそう。草原団子を一つ作って畑以外の草原にしたい場所に置いてみてと。肥やしは超小さい部屋の壺に手を突っ込んで手に入れてね。超やだ手が汚れても服で拭けば減っちゃう。服だかよ風呂に入ろう。まあそんなわけで、お機能してるこっち。あ、いいねいいねいいね。まあ、なかなかいい感じに、今回はほとんど部屋作りになりましたけれども、まあだいぶいい感じに進んでるんで、まあまた次回もね、作っていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。ちょっと次回までに、ここの泥をなんとかします。